パーランチ。今日の昼ご飯は、ペッパーランチになります。やりたかったのよ、これ。そう、結構その動画とかでよく見ると思うんですけども、僕らもやってみたいなと思って、どうせなら動画にしちゃおうっていうことで。ね。しちゃいましょう。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。シャタです。りょうです。少量です。はい。じゃあもう早速作っていく？うん。うん。もうお腹も空いたしね。そうだね。先に、まず、ごま油。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。熱い。おぉ。真ん中にしちゃおうか。うん、真ん中。あ、これ真ん中じゃない？あ、真ん中？まずご飯ね。はい。はい。何、どうしていけばいいの？これは。これもう、とりあえず火つける前に、いろいろ乗っけちゃおうかなと思って。へぇ、すごいね。いいね。あと牛肉もね、買ってきたから。てかさ、そもそもさ、ペッパーランチ食ったことある？俺ねー。相当昔、多分10代くらいの時に、地元のフードコートの中かなんかに入ってて、それをなんか食べた記憶がある。東京以外もあるんだね、ペッパーランチ。あるある。あ、そうなんだ。うん。へぇー。ちょっとね、肉いっぱい入れちゃおうか。うん。うまそう。うわ、すごいね。いやー、もう、嬉しい。嬉しいです。あとで崩せばいいよ。うん。いやー、嬉しいね。いやー、もう、嬉しいですよ。本当はね、もうちょっとさ、でかい鉄板だったらよかったよね。そうね。ちょっと、二人用くらいのね。そうだね。これ、ホットプレートだから。でも、まあ、良くない？まあ、この大きさが僕らの器ですよ。そんな小さいの？してた？プレートの大きさが器の大きさを表してるって。表してるって。知らなかったの。いや、僕が今決めたんだけど。うん。これ入れすぎかな？大丈夫かな？いや、いいんじゃない？全部入れちゃう？入れちゃおうか。うまそう。嬉しいなー。すごい量あるけどね。ね。混ざるかな？ね。まあ大丈夫でしょう。うん。肉多すぎ説あるけど。そうだね。はい。はい。そしたら、うん。この上にコーンでしょ。上に？うん。このお肉の上に。あんま入れすぎるとあれかもしれない。もうほんと混ぜれなくなっちゃう、これ。あ、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。こんなもんか。うん。コーン美味しいよね、いっぱい入れた方が。出してね。で、うん。へぇー。彩りいいね。いいですね。うん。ちょっとご飯の上にも。うん、うん、うん、うん。ネギ。うん、うん、うん。ね、ちょっとうちはニンニク好きだから。ニンニクね、ニンニクももう誰にも会えない今日。ペッパーランチにね、ちょっとニンニク乗ってるかどうかちょっと分かんないけど。おうおうおう。で、うん、これですよ。バターね。バター1個1個はさすがにね、この量だとさ多すぎる気がするから、ちょっと1回半分くらいでさ。でもさ、1個でさ、うん、サムネ取っちゃうよ。ああ、悪いやつだな。実際はちょっとだけどみたいな。いや、そんなことない。もう全部使おう。え、全部使っちゃう？うん。いや、いや、もうギドギドだよね。食えないと思うよ。じゃ、これで一回サムネ取っとこうよ。サムネ取っとこう。うん。大丈夫よ、大丈夫、大丈夫。うん。あ、すんごい匂いね。はい。いい？はい。じゃあ、このバターは10分の1ぐらいにしましょう。終了。ほんと？じゃあ、半分くらいね。ちょっとカットしてきてもらっていい？箸でやっちゃえば。あ、じゃあやっていい？もう下にネギついちゃってるけどいい？まあ、いいでしょ。うん。いや、もっともっともっと。もっともっともっと。もっともっともっと。うん。え、結構使うね。うん。いや、嬉しいですよ、僕。うん、本当に食べたかった。うん。じゃあ、そろそろ火もつける？うん。というわけで。うん。つけますか？うん。早くして！早く食べないから、早くして！早くして！めんどくさいもん。どうやって混ぜんの？頑張って。頑張って。うん。ついてる？ちょっと時間かかるかな。そうですね。うん。はい。さあ。これはもう、付き合いたてのカップルだった時刻。
もう、付き合いたてのカップルじゃ時効ですよ。そうね。ついてるよ。ついてるってば、ついてますよ。あったかくなってるよ。ほんと？なんかいつもだったらもっと早くジュージュー言い出す感じない？ちょっと抜くね。うん。あ、あったかくなってる気がする。あ、でも、ご飯のあれかな？いや、ご飯ここまで来るかな？わかんない。コンセント。もう、押してますよ！ほら。壊れたかな？ホットプレート。壊れてないから大丈夫ですね。あ、でも、あ、明かりはついたよ。あ、今、つけ始めた。あ、今ついた。ね。あー、つけ始めた。ちょっと。うん。これ新しいの買った方がいいかな。調子が悪いんだよね、このホットプレート。だってさ、温度調整できないじゃん、これ。そうだね。ようやくです。すごいなんかカチ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 。これいらんか。いるいる。いる？トングでやんじゃない？あ、これで。あ、ほんと。うん。余計なこと言わないでくれる？やば。また泣く演技しようと思っちゃった。おー。G 鳴ってきたね。ね。ちょっとね、バター。横に。やりましょう。うん、落としとこうか。はーい。いやー、楽しみー。楽しみ。もうニンニク臭いよね。どうしよう。誰にも会えない。どんな、いいよ別に。誰にも会わないでしょ。お前、そして臭いじゃん、いつも。いやー、ばい。バレてたー。あー、いい音しだした。ちょっと楽しみ。まだね。うん。ワク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 。ケンちゃん、もうちょっと焼肉のタレかけよう。もうゴワってなるよ、多分。あ、てか、あれだ。何？エプロンしてない。いいよ。いいか。うまそう。あ、バターもいい感じで溶けてきたよ。いいですね。うん。最終的にこれ、全部ね、ぐちゃぐちゃ混ぜていいんだよね。わー、すごい。いい感じでバターが溶けてる。めっちゃいい匂い。あー、楽しみ。でも、ここのバターが溶けてるとことか取っといて、携帯で。ほら、グツグツしてる。ほんとだね、グツグツしてるね。うん。さあ、そしたらちょっと混ぜていこうか。手伝おうか。大丈夫？うん、大丈夫。いや、もう満パンですよ、こんなん。なんかさ、このご飯がちょっと焦げてもいいかもね。うん。大丈夫？じゃあやって。あ、やってってこと？うん。できないですよ。なんでよ。いやー、うまそう。あ、結構これ、ひっくり返すの難しいかもしれない。あ、こっちの方が楽かも。やろうか。うん。うん、ほら。大丈夫、大丈夫。このバターのところをさ、もうちょっと広げたいよ。そうだね。あ、でも、広がるよ、その。うん。うん。いやー。お肉はね、しっかり火を通す。わー、いいねー。いいね、いいね。イェーイ。イェーイ。うわー、うまそう。ね、いい匂いがする。うん。ちょっと。そうだね。うわ、ちょっと邪魔だな。超わがまま。はい、もうこれでいじめが起こります。これはもういじめだ。うわ、こうやっていじめが発生します。そんなことない。あ、ビール飲みたい。うん、お酒だったらあるよ。お酒ね、あるけどビールがいいな。買っとけよ。買っとけよ。確かに、しまった。やらかしたわー。いいじゃない？かわいいやつ。うん。飲む？飲もうかな、せっかくだし、うん。そうだね、飲もうか。いただいたお酒を。うんうん。あ、いい感じのね、焼き色がついてきてるよ。どうする？梅酒？あ、そうね。梅酒にしよう。うん。そうだね。あ、あと、まあ、レモンサワーの、ちょっと。あ、レモンサワーがいいな、俺。ちょっと爽やかな感じだった。うんうん。大丈夫。それがいい。いやいや。あ、待って、りょうちゃんが好きね。あ、ライム。あー、それも美味しそうだな。どうする？え、じゃあライムトニックハイボールにする。もうこのまま寝たりしない？いや、それは知らん。いや、それはお腹いっぱいでさ、お酒飲んでたらさ、それは寝るでしょ。ちょっとコップ入れてこうか。うん、ありがとう。俺はちゃんと炒めとくよ。お願いします。わー、すっごい、すっごいいい匂いする。混ぜるのがすごい難しい、これ。ありがとう。あ、そうだ、忘れてたよ。何？あ、チーズ。あ、チーズ。いやー、
いいですね、うん、ちょっと一瞬味付け味見してみようってのもらっていい？お塩とか必要そうだったらどう？うーん塩？塩？うん、なんかちょっと熱くて分かんない。なんだそれ。でも全然全然美味しい。わあすごいよ。いやーすごい。スプーンの方が実はひっくり返しやすいんじゃない？そうかな。ほら、うん、うん、美味しい。あ、そうだね。うん、いや、じゃあもう完成じゃない？はい、やっぱあんだよ。こうしようかな。あんだよ。こうしよう。はい、じゃあ完成。完成。すごい美味しそう。ひょにょ。じゃあ食べよう。食べよう。じゃあもう乾杯しよう。乾杯しよう。じゃあ行きまーす。乾杯。うん、うん、まい。美味しい。じゃあ食べよう。はい、もうこのままでもいいね。うん、いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。うん、うん、うまい。めっちゃうまいんですけど、びっくり。うんうんうん、ほんと美味しい。美味しい。いや、うまくできたね。うん、タレタス大丈夫？いや、俺は大丈夫、うん、ちょうどいい感じ。チーズもすごい美味しいし、うん、溶けてて、あとバター効いてんね。うんうん、あー美味しい。美味しい。ニンニクもうちょっと入れてもいいかも。入れちゃう？うん、全部入れちゃおう。どうせ誰にも合わないんですよ、今日は。ネギも入れちゃおうよ。そ、下の方がね、もうほんとお焦げみたいになっててね。おー、いいね、うん、あ、コーンも足していいよ。うん、うん、うん、ほんと美味しい、ね、いや、なんか、あ、うん、あ、ごめんごめんごめん、うん、なになに？あ、いや、大丈夫っす。ごめん。いや、もう、絶対喋んない。ほんと、ごめん、もう喋んな。あのね、下のさ、焦げのところがマジでうまいね、美味しいよね。香ばしくちゃ美味しい。これ止まらないわ。うん、好みで、足してもいいかも、焼肉のタレとか。ほんと、うん、美味しい。しかもめっちゃ簡単だったね。ひょにょ。いやもうこのレモンサワーも合う。ほんとなんか家にね、ホットプレとかある人とか、うん、なくてもね、多分フライパンとかでも全然簡単でいきそう。大丈夫、酔う酔うよ。大丈夫よ。寝かさないからね。うん。このホットプレと温度調整ができない。そうなんだよ。なんか買った時からね。うん、いやでもそれってさ、今考えたらさ、まあ不良品じゃん。言ってもいいよ。うん、言えばよかった。うん、なんでこれで頑張って作ってんだろう。まあ今からだけど、うん、最初からおかしかったよね。最初からオフにしてもオフにならないの。そうだよ。いや言えばよかった。なんでそれで頑張ってやってたんだろう、今まで。うーん、おいしい。美味しいな。うん、ほんとやめてよ。美味しいな。うん、よかった。あー美味しい。完食しました。やったー。美味しかった。ほんと美味しかった。うん、いやありがとうございました。はい、というわけで今回はですね、ペッパーランチを作ってみました。美味しかったー。あー、お腹いっぱい。まあお腹いっぱいになったし、お酒も飲んだし、うん、寝るか。ダメ。